それでは今日の講義ですが、昨日は、カイラル共競馬理論の、関数解析的な公理化である局所共競ネットの話をしました。で今日は、代数的な別の公理化である頂点作用素代数の話をします。で明日それらがどのように結びつくかという話をすると、そういう、流れでいきます。で私別に頂点作用素代数のプロでは全然なくて、でここに何人かプロの方もいらっしゃるので私が説明するのも何なんですが、私なりに説明したいと思います。であとその頂点作用素代数って、英語はバーテックスオペレータアルジブラですが、日本語で書いても英語で書いても長いので、省略は頭文字書いて VOA というふうに、大体後で書くことになると思いますが、これの定義というのを、やってきた。これがそのどのようにして発生したかっていうのは昨日談話会でちょっと喋りましたが、で別に談話会出てない人は聞いてなくても大丈夫ですが、その有限単純群で分類というのがあって、その例外型のものというのがパターンにはまらないその散在型と呼ばれる例外的な群が有限単純群が26個あって、そのうち数最大のものがモンスターと呼ばれるわけですが、このモンスターと呼ばれるバカでかい群が、その自然に作用するような無限次元の代数形を作りたいと。というのが出発点です。で、だから無限次元のベクトル空間であって、で、ここでは複素数係数にしますが、無限次元のベクトル空間であって何かその積というかそういう二項演算がたくさん入っていると、そういう代数形を考えたいと、そういう設定です。で、でその頂点作用素代数の、公理はこれですとパッと書きたいんですけど、その順番があっていろいろあって、まずですね、バーテックス、その名前がちょっと紛らわしいんですが、別に私の責任ではないのであれですが、バーテックスのあとオペレーターがないつかないバーテックスアルジェブラというものがあります。で、なんでこういう名前なのか私もよく分かんないんですが、でもこういう名前がついていて、そのオペレーターのあるなしで違うものを指すんですが、これに、これの説明をまずします。でこれはその弱い公理が弱いもので、これに公理を追加していくとオペレーターがついた VOA になるんですが、で V というのを、C 上のベクトル空間で、公理が4つあるんですが、だからの公理を説明してるんですが、まず1ステートフィールドコレクションです。ステートって言ってるのはこの C 上の今ベクトル空間で、完備化もしてないし内積も入ってないんですけど、気持ちとしてはこれがその状態のなす量子力学とかでいうその状態のなすヒルベルト空間です。だから C 上のベクトルっていうのはその状態のつもりなんで、それがステートです。でステートフィールド、ここは R 一つですが、これはスポンデンスって言ってるのはステートとにたフィールドが対応しますって言ってるんで、フィールドって言ってるのは昨日の、流れではその量子場と呼んでたもので、作用素値超関数です。で作用素値超関数 S1 上なのの話なので、フーリエ級数展開したもので、だから、ベクトルに作用素値超関数が対応しますというもので、ベクトル A に対しこういう
こういう、形式級数、正べき不べき両方に伸びているものが対応すると。でだから気持ちとしてはこれはその S1 上の作用措置長関数なんですがの風鈴級数展開なんですが、だから Z っていうのは気持ちとしては絶対値1の複素数なんですが、あくまでここでは形式的な変数で、係数がこういうのがついているで、作用措置長関数の風鈴級数展開なので、フーリエ級数展開したときに出てくる係数は作用素です。だから AN っていうのは作用素なんですが、今純粋に代数的に考えているので、エンド V と書きます、V から V への、C 線傾斜像というんですが、ここで、であり、でさらに、AB に対しその十分大きい N はについては、この AN という線形写像を B というベクトルに引っ掛けた、だから昨日の談話会では N スプロダクトといったやつですが、AN というエンドモルフィズムが B に作用したもの、これはまあ A と B の積のように思うんですが、これは0であると。こういうことを、これが第一の仮定、こういうの一つ。それから、次がトランスレーションコバリアンス。というもので、T というのがあって、T というその線形写像があって、コミュテーターを取ると、これはその形式級数のだから項別に取るわけですが、これがこうであると。で右辺もその形式的に項別に微分するわけですが、となる。で3番目が真空ベクトルの公理、まあ、真空ベクトル昨日も出てきましたが、オメガあんまり頂点作用素代数の人はオメガと書かないかもしれませんが、1とか書く人もよくいますが、まあ、私はオメガと書きますが、でオメガの性質はまあ T で消えて、それからこの Y に対応するオメガ Z っていうその級数を見ると、これがただのこう、ただのこれって言ってるのはだから Z の0乗のところにアイデンティティが残っていて、他の正べき不べきのところは全部消えるというものです。それから他の A に対してマイナス1番のを引っ掛けると A に戻ると、こうなる。A は V の任意の元ですが、でこういうこれが真空ベクトルで、でローカリティ、でこれは N が取れて、全数 N が取れて、まあ十分大きく取るんですが、こうじゃない。これ、形式級数のコミュテーターです。で0になると。でここまでがでおしまいと。ここまでがバーテックスアルジェブラの公理です。で昨日のやつと名前は何か似てますね。バキュームベクターとかローカリティとかなんかコバリアンスとかついていて名前は似てますが、多分何にも知らない人が初めて公理系を見比べたらあんまり似てないと思うと思うんですが。まあ、でもちゃんと対応がつくわけですが、でまあ次順番に説明していきましょう。だからステートフィールドコレスポンデンスって言ってるのはだから各そのステート各ベクトルがちゃんと長関数を生み出していると。
それからコバリアンスが、まあ、このっていうのがそのトランスレーションについて、だけなんですが成り立っているというのがあって、それからまあ真空ベクトルという特別なベクトルがあって、でローカリティで、ローカリティですが、その前にここでこれのことをバーテックスオペレーターと呼ぶと。でローカリティの意味ですが、だから YAZ っていうのはその形式的な級数なんですが、気持ちとしてはそのあくまで超関数をフーリエ級数展開したものだということなわけで、そうすると超関数で普通の R 乗の超関数についてですね、R 乗の超関数 T について、 T って同じ文字を使うのはちょっとやめましょう、 S にしよう。S について、こうですね、この X の N 乗みたいなのを引っ掛けて0にできると、十分まあ大きい N を取るとこういうふうに消せるっていうことと、サポートが、まあ0一点であると、まあ0かもしれないからインクルージョンにしましたが、こういうのがまあよく知られた超関数とか習うと、なんか最初の方に習うことであったわけです。だからこういうのを見比べると、よく分かるわけで、いや意味が分かるんで、だからああいうものをかけると0になるっていうのは、その超関数としてのそのサポートが下の方で言えば0のところに集中していると、上の方で言えばまあ z-w のところに集中していると。だから、気持ちとしては、だからローカリティの意味は、Z と W が違っていれば、これが交換すると。という、まあそういうつもりのことなわけです。で、ただその超関数なので、こういう、その違ったところで交換していても、そのサポートが1点というか、まあ今2変数だけど片方止めれば1点に集中している状況でも0じゃないことがあるので、まあああいう書き方をしていると。まあだからこれさらにもうちょっと書くと、だから本当の気持ちとしては Z と W は絶対値1のこうものなので、ここに Z があって、ここに W があって、で Z と W がだから違う場所に住んでいたら、ここにあるやつと Y、ここに住んでるその作用素、これ超関数なので1点での値というのは意味がないわけで、だから1点での値が交換するっていうのはそのインチキの書き方なわけですが、まあでも大体の気分としては、ここでの値とここでの値が交換しますよと、そういうことですね。でこれがその昨日は、昨日出てきたローカリティっていうのは、その離れたところに区間に住んでいたらオペレーターが交換するというものだったわけで、あれは普通のオペレーターだったので本当に普通の意味で交換してたんですが、これはその超関数なので、これが交換するっていうようなことをうまく書き表すのが難しいので、まあこういうふうに書いていると。あの形でそういう Z と W が違っていたところでは交換しますよというのが書けると、代数的な形でそういう交換、超関数の交換関係が書けるというので、まあ、これがローカリティとを表している。だから元はやっぱり、その二次元ミンコフスキー空間での、その、特殊相対論的な効果から来るものです。で、これがあって、でそうすると、頂点、バーテックスアルジェブラは頂点代数ですが、頂点が、アルジェブラのイデアルというものが定義できます。
これはまあ要するに漢の仲間だと思います。まあ、石が過酸庫あるんだけど、まあ、大体形式的には漢の仲間なので、なんか部分ベクトル空間であって、左右からその全体をかけてもちゃんとその中に入っているというのですね。でその左右からかけるときに掛け算の種類が、たくさんあるというだけなので、まあ、これが普通に定義できる。ただし、T というのも別の左右も、入っているので、まあ、T 不変も要請します。でこれがだからまあイデアルの定義というのがあるわけです。でイデアルの定義というのがあると、その単純性というのがあって、イデアルが自明なものしかないとき、AV を単純であるという、まあ、普通の定義ですね。でまあ、大体、まあ、単純なものが重要で、単純なものに興味があるわけですが、で次に また定義ですが、バーテックスアルジェブラであって、さらに都合のいい弦があるようなものをバーテックスオペレーターアルジェブラになるわけですが、それを順番に定義していきますが、オメガに対し、こうオメガを、Z に、オメガに対応するバーテックスオペレーターを書いたときに、こうやってここをその A カッコ N って書いたのを LN と書いて、でここを肩を1個ずらして引く2で書きますが、の係数LN がこういう関係式を満たすと、これが LN たちが全部 V の上の線形作用素であるわけですが、で、C というのはどこか、ここに書いてあるのは C で、これは何か数です。満たすとき、これをオメガをリラソロベクター C をそのセントラルチャージで、まあこれただ定義しただけで、で初めてこの関係式を見た人はなんだか意味がよく分かんないと思いますが、これは有名なビラソロアルジェブラっていうもので、この関係式は、ビラソロアルジェブラっていうのはそのまあほとんどこれが定義で、だから LM という抽象的な弦があって、だから生成弦と関係式でいうと、ビラソロアルジェブラっていうのは線形空間としての生成弦が LM たちと、あと C っていう、ビラソロ代数の時は C は数じゃなくて抽象的な中心的な弦ですが、だからこれはビラソロアルジェブラの表現ですが、LM たちの関係式があれで決まる、だからリーブラケットがこれで決まるっていうのは、これでまあちゃんとリーカンになるということが証明できるわけですが、それで定まる無限次元リーカンが有名なビラソロ代数というもので、まあ
数理物理の非常に幅広いところに出てくる有名な代数リーカン、無限次元リーカンです。でこうでだからまあそのビラソルアルジェブラの表現が出てくるようが係数に出てくるような、バーテックスオペレーターができるとき、それをまあビラソルベクターと言いましょうと、そういうことです。で、さらに、だから これはあの一般に、バーテックスアルジェブラだとビラソロ、ベクターはあるかもしれないしないかもしれないし、またあってもたくさんあるかもしれないんですが、T が L-1 になっていて、さっきの最初の定義に出てきた T ですが、トランスレーションコバリアンスに出てくる CT が、この今作った L-1 になっていて、でさらにL0 がダイアゴナライザブルと言いますが、 L0 がそのまあコンフォーマルハミルトニアンと呼ばれるものなので回転の正制限なんですが、意味はダイアゴナライザブルって言ってるのは、L0 の固有ベクトルたちが代数的に V をスパンするというんですが、であるとき、あるとき、オメガをコンフォーマルベクターと、まあこういう定義です。で、最初に言い忘れましたが、だからこうちょっとずつ違う条件がいろいろあって。でその単にバーテックスオペレーターアルジェブラといったときにどこまで入っているのかというのはいろいろ人によって本によってちょっとずつ違うんですが、まあ、ここで何を採用するかという説明を、私なりにしています。で、このようなものがあるとき、あるとき、V をコンフォーマルなオペレーターまだつかない、すいません、こういうふうになっています。でだからコンフォーマルって言ってるのは、まあ、そのコンフォーマルフィールドセオリーのコンフォーマルで、それは、無限次元リーグの方でいうとディフェオモルフィズムグループ、昨日出てきたディフェオ S1 というのが出てきて、で、まあ、対応するちょっとそのセントラルエクステンションですけど、対応するまあリーカンがこのビラソロ無限次元リーカンであるビラソロアルジェブラなので、昨日はリー群の方 で出てきましたが、今日はリーカンの方が出てきているので、まあ、ビラソロアルジェブラに対応する、ベクトルをコンフォーマルベクターと呼ぶと。でさらにこれがちょっと、バーテックスオペレーターアルジェブラに向かってちょっと近づいたんですが、さらにまだ定義で、コンフォーマルバーテックスアルジェブラでちょっと書く、ちゃんとここに書きませんでしたが、コンフォーマルバーテックスアルジェブラっていうのはそのオメガが指定されているときにそのオメガをの指定も込めて、コンフォーマルバーテックスアルジェブラと言います。だから、それをはっきりさせるために V オメガの組で今書きましたが、これがだから一般にはさっきも言ったの同様、オメガこのオメガっていうのはあるかもしれないしないかもしれないし、あってもユニークとは限らないんですが、その一つとと一つ固定したときにバーテックスコンフォーマルバーテックスアルジェブラと言います。これが以下の条件を満たすとき、
バーテックスオペレーターアルジブラ、オブ CFT タイプ。CFT はコンフォーマルフィールドセオリーの頭文字ですが、もう頭文字だけで書きますが、でまあ以下だから、まあ CFT タイプとか言ってますけど、大体だからこれがその物理的なものに対応するバーテックスオペレーターアルジェブラなので、以下この今日は下ではもうこういうタイプのものだけを考えますが、でそれは何かっていうと、L0 の固有空間は、だから固有値は、固有値はここに含まれると0、1、2、3と含まれで、N の固有値、 N の固有空間書くと、これらの代数的な直和が V 全体なわけですが、書くと V、V0 というのが、オメガがここに、大文字のオメガがここに入っていて、それはそのスカラー倍と。で他の VN に対して次元が有限と。となると。だからこういう、有限次元、空間、こういう空間が有限次元になって、でその一番低いところ、0のところは1次元、オメガだけが入っていると。こうなってるやつをバーテックスオペレ、こうなってる時にバーテックスオペレーターアルジブラオブ CFT タイプと呼ぶというわけです。でこの時 C をだからラス小文字のオメガというのが定義されているので対応する、こういうのがあって、で C というのがあるわけですが、対応するですね。C を、V のセントラルチャージ、まあ、V オメガのって言った方がいいかもしれませんか。でまあこういうものが、大体定義です、まあ、定義するのに30分かかりましたが、でまた定義の後は例を書くべきなんですが、例はでもそれなりに難しいんですが、でも昨日は何にも一切どうやって作るかという例も一つも何の説明をしませんでした。今日は少しは説明します。で以下、例の作り方について説明します。まあ、そうは言っても本当はその数学の講義としてちゃんとやるのであれば、例の作り方はこうですよと言って、その例が本当に公理を満たしていることをちゃんとチェックすべきなんですが、それもなかなか簡単じゃないので、それはごまかして、まあ、でも作り方のあらすじを説明します。そうすると、なんか基本的な、でそのなんか以下 これだけを考えるので、まあ、この辺に書いて以下これだけに興味があると、この CFT タイプの VOA、 あるので、だからこういうのをどうやって作るか、あるいはこういうのがあったときに何が分かるかという話をやっていきます。で例の作り方なんですが、まず基本的な例の作り方を説明するには、基本的な例がどうやって作るかっていう話と、それから基本的な例がいくつかすでにあるときに、それに細工して新たな例に作り変える方法というのが何通りかあります。それを順番に説明します。でまず一番基本的なものは、
この芸というのを、複素単純離間として、K というのを自然数、1からですが、正の整数としましょう。そうするとそのこの芸に対応するアフィンリー感というのがあって、まあ知らない人は何言ってるのか分かんないでしょうが、まあとにかく標準的な方法があって、複素単純リー感からその無限次元リー感です。これは普通の有限次元リー感ですが、そこから無限次元リー感に移る標準的な方法っていうのがあって、その無限次元リー感をからを元にその VOA が作れると。まあもう CFT タイプも書きませんが。ということのがあると。でまあ、生成数じゃないで K をレベルというんですが、で生成数じゃない、レベルに対する作り方もありますが、まあ明日やるんですけど、その多要素間との対応をつけるとそのユニタリティっていうのが重要になってくるの で、まあ、そのもう最初から後でやるユニタリティがうまくいくような話だけをするので、もう生成数に限りますが、まあこういう。のが作れる。これが非常に基本的な、これで大量の例が作れる。複素単純リー感いっぱいあって、整数数もいっぱいあるので、これで大量に無限語の列が作れ例が作れます。こういうそのアフィンリー感たちがその無限次元リー感の重要な代数的な代表的な例であるわけですが、その仲間としてちょっとまあちょっと違うな、1ダッシュと書きますが、さっき出てきたビラソロアルジェブラ、ビラソロアルジェブラがっていうのも無限次元リー感の代表例 で、これはアフィンリー感じゃないですが、まあ、よく似た仲間なので、これからも同じように、だいたいアフィンリー感の時と同じようにするとこれからも作れると。ただし、セントラルチャージを指定する必要があって、 Cだから抽象的にブラソロ代数って言ったらセントラルチャージ C っていう弦があるんですが、それはただのリーカンの弦なんですが、これはその表現されたところで考えているので、セントラルチャージはもう複素数値を取るんですが、その複素数値を取るんですが、この良いバーテックスオペレータアルジェブラを作ろうとするとそのセントラルチャージには制限がついて、セントラルチャージの取り寄る値はこうです。これで3からですね。となっている。この範囲に限定されるし、かつこの範囲のもの値は全て実現できると、そういうんですが、これここの値を見ると。3から始まってるから3×4=12/6だから最初の値は2分の1ですね。次は4で取ると4×5=20/6だから10/3引くから10/7ですね。この辺に。であとはまあ次々書いていくと、だんだん m が大きくなっていくと1引くちょっとですから、まあ1に収束するわけですね。こうあって、で1から先は全部 OK ということになってる。でだからこういうのが許す。でこういうその何か、特別な値に制限がついて、で1より上には制限がなく、1より下はこういう1に収束するようなディスクリートなシリーズが、現れるということが、まあ、フリーダン・キュー・シェンカーとかゴッタード・ケント・オリーブとかそういう人たちによって、割と前から知られています。で、この状況というのがその
いつでしたかね、火曜日か、火曜日に出てきたそのジョーンズインデックスの値との状況となんか似ているということは当初から言われていました。ジョーンズインデックスの場合も4から上というのはべったり OK で、4までというのはこう4に収束するようなディスクリートな値のみが許されるという状況だったわけですね。でその状況が似ているので何か関係があるに違いないということはかなり早い段階からジョーンズも気づいていたし、いろいろ言ってたんですけど、まあ大体、まあ、ちょっとこの授業では詳しくできませんが、そのこういうビラソロ、バーテックスオペレーターアルジェブラ、あるいはそれに対応するビラソロ、ローカルコンフォーマルネットっていうのがあって、でそれを見るとあのディンキンズ系が出てきて、でこういうその4型インデックスの4までの値のディスクリートなシリーズと、このディスクリートなシリーズの対応というのがもっと分かりやすく、解釈できて、だからまあ現在ではそのジョーンズインデックスの4までのこう収束の仕方とこのセントラルチャージの1までのセントラルあの収束の仕方の関係というのはまあ大体分かっていると、そういう状況です。まあとにかくこういうのがあると、これがまあ、アフィン・リー間の仲間で、あでなんか、あそうかで、こちら側は C はまあいろいろなんか、なんか適当な値でちゃんと知られていますが、 C の値は知られていますが、なんか適当な有理数今書きませんけど具体的に知られている。でこれとは別にもう一つ全然別のソースがあって、例が作れるということが調べていて、2番2番はそのイーブンラティスと呼ばれるもので、それはどういうものかっていうと、もう、ZN と同型なものが、RN に入っていると、まあ、こういう状況を考えると。でさらに、ラムダの、リニアスパンが全体であると。R 係数のスパンがこういうものを考えますね。こういうのだから平面だったらなんかこう、そのまんま普通に Z 事情が R 事情に入っていると思えばこういうので、まあもっと他のこれはちょっとあんまり面白くなかったですね。まあでも他のもまあこういうのがあって、こういうのを公式と言っていて、で内積があるわけですが、X と X の内積が2倍の Z に入ると、任意の X について2倍の Z、だから偶数にこういう XX のという内積が偶数になるというのを作ると、これがこの偶数というのがこのイーブンのことですが、こういうのをそのイーブンラティスと呼びますで、これから頂点作用相対数が作れます。さっきのアファイン・リー間の話とはだいぶ何かかけ離れた世界のようですが、まあこれもその基本的な一つのもの。でさらに言うと、本当はだからレベルが1ですね。1の時っていうのがこういうその格子に対応してるんですが、それからセントラルチャージは、チャージはこの次元というかランクというか N です。特に整数です、自然数ですね。
これがその基本的な例を作る方法で、それから次に例の作り方としては、すでにある例から新しい例を作る方法。で、投資番号で、1-2ときたので次は3と書きますが、テンソル積と。頂点作用素材数が2つあると、それらのテンソル積というのが定義できて、だから V 自身は単に C 上のテンソル積であって、あとそのバーテックスオペレーターとかもちゃんとそのテンソル積でうまく解釈できて、でコンフォーマルベクターとかもまあそういうのも全部大丈夫なので、これは簡単に定義できる。だから強競馬理論との対比でいう と、その状態のなすベクトル空間ですね、状態のなすベクトル空間がヒルベルト空間がテンソル積されると、まあ、そういうものです。で次に、オービフォールドコンストラクションというのがあって、オービフォールドっていう名前はもともとはその機関であって、なんか多様体とかに有限群が作用しているときに有限群で割るんですが、適当に固定点があるとその割ったものは普通の多様体じゃなくなって、ちょっとなんかちょっともうちょっと広いクラスになると。でそういうのをオービフォールドというわけですが、そういうのと同じようなもので有限群作用で割るということです。そうすると、VOA のその自己統計というものが定義できると。これは V から V への全端者であって、で全ての、全てのこの積ですね、 N 番目の積を保ち、それからビラソロじゃないやコンフォーマルベクターをコンフォーマルベクターに送ると、そういうものですが、自己統計というものが定義できると。でそうすると、有限群が G が VOAV に自己統計として作用しているとき、自己統計でぴったり止まっているものを見なさいと。でそれが不動転換で普通の群作用の時と同じように V の型に G とつけて書きますが、不動転換ですね、まあ、不動転 VOA というわけですか、を見ると、だから正確に言うと不動点を見て、で演算をそこに制限するとちゃんと VOA になっていると、まあそういう意味ですが、考えると。でこれがこれでその V から VG というのを作るという作り方、その作り方をオービフォールドコンストラクションと言います。でここか、だから不動転換で次がシンプルカレントエクステンションと呼ばれるもので、これは大一体のところは有限アーベル群による半直積です。
で、どういうのかっていうと、そのモジュールというものがあって、今説明していないですが、これから後から説明しますが、その良いモジュール、良い表現ですね、 V の良い表現があるときに、これらを使って V を拡張できると。まあ大体そういう種類のものです。で、最初の人のために言っておくと、その4と5っていうのはなんかある意味そのデュアルみたいな感じのもので。でそれはつまり4というのがフィクストポイントアルジェブラですね。で5というのが接合積ですね、群作用で。だからそれはまあよく知られているように、群作用の時は大体相対なものなわけで、で、同じ、まあ、基本的に同じ種類のものですね。だけど、この設定では4と5というのは、本当に違う構成で、一般に本当に違う構成で、っていうか同じ種類のものを2回書いてるのではないです。それは4に出てくる自己同型と5にその半直積を作るときにもう自己同型みたいなのを考えてるんですが、そこに出てくるものはその違うからね。だから普通の1個の C スター間あるいは1個のフォンネマン間を考えるときに群作用っていうのは1種類しか考えようがなくて、群作用の定義っていうのは1種類で、その同じ群作用によって接合積を取ったりフィクストポイントアルジェブラを取ったりするんですが、今この設定では間の属なので、その自己同型っていったときにその解釈が自然なのは4ですね。4の解釈で5の方もある種の自己同型で、その2種類自然な自己同型の考え方があって、で接合積に使える自己同型とフィクストポイントアルジェブラに使える自己同型は違うものなので、だから4と5っていうのはその違う種類のものです。だから4と5はまあ関係しているが、関係はあるんですが、まあ違うもの、本当に違うものです。それから6がコセット、と呼ばれるもので。で、左右素眼の方で言うと対応するのはレラティブコミュータントに対応するものですが。ただし、左右素間の場合はその間になっているので、その部分間の弦と交換するものっていうものですけど、今大体間じゃなくてリー間みたいな状況なので、V の、サブ VOA W で、この時に、サブ VOA って言ってるのはコンフォーマルベクターは違って良いんですが、というか違ってる時に意味があるんですが、に対し対しですね、W の C っていうのを V に入っていて、
コミュートすると、トークと、これが新しいなると。でこの作り方をコセットコンストラクション、大体なんか割ってるような感じなのでコセットコンストラクションと言います。でここはそのさっきのローカリティの公理のところでなんかその Z-W の何とか乗をかけて0になるというものだったんですが、もうでそれがだから、Z と W が違う時に交換するっていう条件だったんですが、もうそういう前に何にもついてなくてブラケットで0になると、だこれが交換するという条件ですが、こういうのを考えています。で大体ここまでが基本的な構成で、で昨日のローカルコンフォーマルネットの対応について注意しますが、ローカルコンフォーマルネットでも、その1から6がに対応するものがあります。構成法が先に頂点、これは先に頂点最小素代数で全部知られていて、で頂点最小素代数の方をまあある意味で真似して、だから後からローカルコンフォーマルネットでも1から6に対応する構成が後から行われた。でだからこれにだからちゃんと1から6に対応する方法がまあ、あるというわけです。だけどそれは、まあ、昨日の談話会でもちょっと言いましたが、一つ一つなんていうか統一的 に対応するものを作ってるんじゃなくて、一つ一つなんかバラバラに真似してみたらちゃんとできましたと、大体そういう種類の構成法ですね。こういうのができている。だからまあこれだけ見てるとなんかそのローカルコンフォーマルネットの方がこう後から真似してるみたいですが、一つ7番目というのがあって、これはローカルコンフォーマルネットの拡張拡大というのがあって、これはロンゴトレールなんですが、これがもう一つって、これは最小素間の方で先に開発されて後から頂点最小素代数の方に翻訳されたもの。だからまあこう作り方に関して言えばこれだけがまあその最小素間が先先行した方法ですが、それはどういうのかっていう とシンプルカレントエクステンションをさらに拡大した、一般化したもので、これはだから V をなんか大きくしたわけですね。ああだから6番、OB フォールドはもちろん固定点だからそのサブ VOA に移っているわけですね。それから6番も、これで W に対して WC っていうのがそのやっぱり V の中で入ってますから、それであのサブ VOA で縮んでるわけですね。だから、OB フォールドとコセットっていうのはすでにある VOA を縮めてるわけです。でそれに対して、5番っていうのは逆で、すでにある VOA を拡大してます。でそれは全部ローカルコンフォーマルネットでも同じですが、拡大するか縮めてるかなんですが、そのもっと広い範囲の拡大法をやろうというのがこの話 でそれは、表現論をがよく分かっていれば、分かっていれば、全ての拡大をある意味、まあ、なんその前有利性がいるんですが、まあ、完全有利的にしましょう、表現論が分かっていれば全ての拡大を、特徴づけることができる。
で、すべてのっていう意味はまた、クローカルコンフォーマルネットの方で言うと、規約なっていうやつで、超転載を素材数の方は今から書きますが、対応する VOA の拡大の理論も、拡大の方法。これは不安距離のフルポーズキー。で、これがだから対応するもので、ただし、VOA の方で言うと、その拡大するときに、同じコンフォーマルベクターで拡大すると、コンフォーマルベクターは保った拡大です。転送積とかも、1個のやつが2個の転送積に入っているというのもある種の拡大ですが、それはコンフォーマルベクターが食い違ったの違うものに化けているので、そういうのはこっちじゃこれではカバーできないです。はい、保つ まあこういうのを、考えていると で、実際これによる、まあ、一般論語令連も、それから不安距離レポースキーも一般論で、抽象的な。両方ともいずれも、一般論で、すべての拡大を特徴づけているんですが、でそれは、フロベニウスアルジブラというもので、これも知らない人はただ名前だけしか、伝わりませんが、というかあんまり有名な文字じゃないので多くの人は知らないと思いますが。そういう、でもある種の代数形ですね、フロベニウスアルジブラで特徴付けられると。でフロベニウスアルジブラっていうのは、まあ何か有限群を拡張したような、たような代数形で、これはだからシンプルカレントエクステンションというのが、そのある特別なタイプの拡大で、それを含む一般的な拡大法であるわけですが、シンプルカレントエクステンションの時は本当に有限アイベルグに対応します。こういう一般論で、まず一般的な特徴拡大の特全ての拡大の特徴付けができるというわけです。それで、でだから一般論はそうなんですが、でもその一般的に、だから全ての一つ一つの拡大と一つ一つのフロベニウスアルジブラが対応しますというものなんですが、じゃあそういう有限アイベルグンじゃないようなフロベニウスアルジブラが本当にあるのかという話ですが、具体例はいろいろあります。で特によく知られている典型的な例がミラーエクステンションと言われるので、コセットに関係した状況で、ある種の新しいエクステンション、これは州ですが、がやったものがあります。もともとはこれ、私と論語が非常にコンビナトリアルな構成法で作った例が最初なんですが、それをもっと統一的な方法で一般的に、一般化して、多くの興味深い具体例を作ったというのが州の、結果です。で、こういうのがあって、
でですね、これが一般大体知られている方法で、でこれらが知られている方法で、じゃあですね、これらの組み合わせで全ての例が作れるかっていう問題があって、でそうイエスだと思っている人たちもいるみたいですが、でそういう問題はちょっと後で触れますが、ローカルコンフォーマルネットと関係した後で触れますが、私はそういうことはない、もっと変なのがたくさんあると、 大量にあると思うんですが、でもまあとりあえず 今まで知られているのは全部、例は全て蒸気の方法の組み合わせによる。で、だから他の例があるかっていうのは、あるかっていうのはその、私はある、たくさんあると思ってます。でその理由は今日、理由っていうかその なぜそう思うかっていう理由はちょっとまあ説明しますが、後で、とにかく、まあ、あると思うんですが、実際に作るのは難しいです。でじゃあその そのムーンシャインの場合ですね、ムーンシャイン予想っていうのはだからある特定の、一つの超天才素材数をまあ作って、それに対してまあこれこれのいい性質が成り立つでしょうという予想ですが、それの場合はどうやって作るかっていうのを説明しましょう。だからまあある意味これが一番有名な例で、今までの組み合わせで得られているわけですが、この時はランク24のラティスを使います。で24次元空間のラティスっていうのはよく調べられていて、でここでさらに出てくるのはユニモデュラーラティスっていうものなんですが、もう定義はしませんが、が24次元空間には、まあ24種類あるんですね。あることが知られていて、その中で一番その例外的なものとしてリーチ ラティスというのがあります。人の名前ですが、これを使います。でこれはですね、24次元空間 そのスフィアパッキングっていうのがあって、だから球ですね、その球をできるだけ、その、密度が高くなるように詰め込むっていう問題があるわけですね。だから例えば平面上であれば、その例えばコインをですね、できるだけぎっしり詰め込む、並べ詰め込む、詰め込み方はどういうものかという問題です。で平面上の場合は普通に誰でもやるようにそのコインをぎっしり並べていくのがあれが本当に一番密度の高い並べ方で、そうだっていうことは大昔から証明されています。で3次元空間の場合も、その誰もがやってもこう並べるだろうっていうその球を、だから同じ半径のボールがこうたくさん無限個あって、それを一番密度ぎっしり並べる方法ですね、一番ぎっしり並べる方法というのは誰がやってもそうなるであろう方法というのがあるんですが、実際に何か、リンゴとか並べてみればすぐに分かりますが、そういうのを3次元空間の場合それが本当に一番密度の高い並べ方だっていうことは比較的最近、大量のコンピューターサーチを、コンピューターによる計算を、に助けを得て証明された、かなり難しい定理です。そういうのを他の空間次元の空間でも考えることができて、でこれ24次元空間の、その球を詰め込むっていうのでスフィアパッキングと言いますが、だから24次元空間に同じ半径の24次元球が無限にあって、それをできるだけ
できるだけ密度が高くなるように詰め込むにはどうすればいいでしょうっていうの問題があるわけですが、これが比較的最近、去年とか一昨年とかに解決されたもので、そのさ一番密度の高いのを与えるのがこれです。で、細密なものを与える。そういう一番密度が高くなるような24次元空間の詰め込み方っていうのが、そのある規則的に並べるもので、その規則的に並べた時にその頂点の中心ですね、球の中心だけを並ぶと見るとそれがまあこう規則的に並んでるわけで、それを実現するのがこのリーチラティスというものです。でこれがまあイーブンラティスなんで、でだからこれに対応する、まあ、これをまあさっきいっぱいこれをラムダでしょう、これに対応する VOA V ラムダがあると。だから、さっきの、まあ、なんだ2番ですね、2番の作り方によってこういう、V ラムダというこのリーチラティスに対応する、頂点作用素代数があるわけですが、で、ランクは24です。ランクは24だけどセントラルチャージも24です。それで、こういうのがこうあって、で一方ですね、こうリーチラティスにはラティスにはこういう対称性がありますね。まあ、当たり前ですけど、別にリーチラティスじゃなくても何でもマイナス1倍するっていうのが、ラティスの対称性を表していて、これが VOA に伸びて VOA のオーダー2の自己動径を与えると。で、これによる、まあ、不動転換を見ると、V ラムダベッド割る2ベッドを見ると、でその表現論を見ると、そうすると、規約表現が実は表現の話は VOA の方の表現の話をこれからしますが、まあ、大体、ローカルコンフォーマルネットの表現とほぼパラレルなものがあるので、表現があって、まあ、規約表現が4つあるんですが、でそのうち、まあ、自明表現にあたるものと、その新しく発生した表現が1個あって、自明表現と もう一つうまく選んだ乗って、シンプルカレント。エクステンションを、作ると、それが、ムーンシャイン予想に対応する、VOA であると。で、V ナチュラルと。まあ自然な構成法だということで、この音楽のナチュラルの記号を使って V ナチュラルと書きますがであると、まあこういう大体こういうふうに作っ
作られるものであると、まあ、あらすじしか説明していませんが、こういうものであると。で、これがその VOA なのでこういうふうに V ナチュラルの N というふうに書かれるわけですが、で、で CFT タイプなので、この N が0から無限大の代数的な直和で、で 0次元、そのウェイトってこの N ですね、これが0のところが1次元真空ベクトルで、あとこうあるわけですが、と書いて、これを見ると、ディメンジョンの V ナチュラルの N をつけて、でこれを Q の N-1 乗で出して N-1 をこう作る と、だからこう N、こういう値 N のこういう L0 のですね、こういう値 N のこういう空間のところを次元を数えて、その次元を係数に持つように、こういうまあジェネレーティングファンクションですね、そういうのを作るとこれが、どうなるかっていうと、最初のところは1次元ですね、オメガの真空ベクトルの、から倍しかないので、で引く1をしているから最初はこうで、で次はと Q の0乗のこう、つまり N が1の項が出てくるんですけど、1のところは実は0です。だからまあ1を書くとないのでこうで、それから次がこうで、で次がこうで、こういう無限級数になって、でこれがまあJ、 大文字の方で書きますが、それは定数項がないので、昨日は小文字の J タウというのを書きましたが、定数項を無視したという意味で大文字の J を書きますが、となりこれは、昨日のタウのと Q の関係は昨日と同じ。タウが上半平面の複素数で、Q イコールエクスポネンシャル 2πi タウと書くと、Q の絶対値が1未満の複素数ですが、そのべき級数としてちゃんと収束して、こういう性質を満たすと。これが元々のそのムーンシャイン予想の、に出てくる、その要請の一つであったものです。でさらに、まあ、オートモルフィズムは当然さっきから言ってるように、これが、ぴったりモンスターであると。まあこういうふうになっているという状況です。で、以下ちょっと表現論の話をしますが、VOA の表現論。まずですね、頂点大、まずバーテックスアルジェブラ、オペレーターのつかない方でいいんですけど、まあ、ついててももちろんいいけど、ついてる方がきついんだから、ついててもいいですけど、バーテックスアルジェブラの公理っていうのは最初4つ書きました。トランスレーションコバリアンスとかローカリティとかです。でその4つの帰結として、
結としてボーチャーズアイデンティティというものが導かれます。でこれは何かっていうと、そのだからその N 席っていうのは何にも、だから席って言ってますけど、何度も言ってるように、何度もって昨日しか言って、まあいいや、席って言ってるけど、その別に交換法則とか結合法則とかそういうものは何にも成り立ってない二項演算です。二項演算なんですが、だから結合席じゃないので、こういうのですね、B の、M の C と書いたときに、これとこれ結合法則はないので、これどっちが先にあるかによって違うわけですが、これとの関係でも関係はあるんですね。だからこういう大体は この関係を示すようなものがボーチャーズアイデンティティなんですが、そのパッと書けるような式ではないです。これ1個と1個が等しいとか、なんかそういう関係じゃなくて、適当に N とか M とか動かしながら和を取るとなんか等しくなるというような関係なので、とても複雑ですよね。そもそも覚えてないので書けませんが、でもまあとにかくそういう複雑な関係式があって、4項理からこういう大体その結合則の代わりになるようなものが導かれるというのがまずあります。これが一つで、これをもとに表現、モジュールっていうんですけど、VOA のモジュールというものを考えます。でそのまずこれを説明するために、普通の間の表現を考えましょう。間のモジュールですね。間のモジュールって何かっていうと、基本的にはこうですよね。どうしましょうね。 V ここで記号をちょっと上に合わせるために、間を V と書いて、でモジュールをM と書きましょう。そうするとまあその和が和に移るとかになるけど、基本的にはそのモジュールの性質はこれですね。V の W っていうのがこう M に働いた時にこうと、こうですね。V と W が間から来て、 M がモジュールから来る。モジュールの性質これですね。だからでこれは何かっていうと、その結合法則をと見た目は同じなんだけど、入ってるところが違うわけですね。ここが V で、結合法則の時は VVV と V から3つ取ったものが結合法則ですが、それを一番右だけ別の空間にして、そこに作用してると思って結合法則と同じ式を書いたものが基本的にモジュールです。だからまあそれと同じことをこの類似を考えるんで、BOA に対するだから V というのが VOA で、ボーチャーズアイデンティティというのはこういうなんか結合法則の代わりみたいなもので、 ABC という3つのもので考えたものであると。そうするとで M というのがなんかモジュール、とりあえず線形空間で、でこういうものがあると V と M で、まあ これが M に、こっちが V から取ってきて M にから取ってきて、でまあこれが総線形と。こういうものを持ってきましょうと。だからこういうモジュールって言ってるのはこういう積、だから VN の M に対する働き、
作用、ね、そういうものがあって、でこれが、まあ、ボーチャーズアイデンティティと同様のものを満たすと。これがそのモジュールの、モジュールとは以下のようなものであると。こういうふうに考えると、そうするとこれが大体その間のモジュールの時の考え方を、なんか類似を考えていることになっていると。でそうするとまたそのラショナルみたいなことがあって、であと、だから V 自身はもちろん、だから当然この説明から分かるように V 自身はもちろんモジュールであると。だけどもちろん一般には他にもあるわけですね。で、これはトリビアルなリマークですが、で、一般に、一般にっていうか、だからまあ特に、でまあ規約モジュールの規約性っていうのが定義できて、ああそうか、今ユニタリとか言ってないですね。まあいいや、ラショナリティ、有理性が同様に考えられた。で、で頂点作用素代数の方でもその有理性、有理的な例はこれだとか、いつ有理的になるかというそういう判定条件とか、まあ、そういう結果がいろいろ研究されていると、そういう状況です。 で次にですね、その一つ重要なこととしてテンソル積の理論ですね。テンソル積の理論、あってだからモジュールのテンソル積ですね。だからまあ表現、モジュールって大体表現なんだから表現のテンソル積の理論で、で昨日やったようにですね、局所共形ネットの場合はテンソル積にあたる概念っていうのはエンドモルフィズム、自己順動形の合成でした。だからそれは概念的には非常に簡単ですね。まあ無限次元だからどうやって本当に計算するかっていう問題はありますが、少なくとも概念的には非常にシンプルというか簡明に定義されているわけですが、でこちらにもちゃんと対応する理論があるんですが、大変難しいですというか私は理解していません。でだから私には理解できないんですが、とにかく割と難しい大理論がバーンと、できています。だからまあとにかくあることはあると。でそういうのブレーディングの話とかも知られていると。で、これをもうちょっと説明するためにと定義しましょう。V を VOA とし、でこの V の括弧2の V というのをこういうスパンのこうですね、A の 2番目の積を使うと大きい。でこれが V の線形部分空間ですが、これで割った時にコディメンジョンが有限、線形空間として有限次元にある時、V は C2 コファイナイト、まあこういうのがあって、でまあコファイナイトの意味はコディメンジョンがファイナイトですね。で C2 の2っていうのはこの2から来ている。でまあこういうのが
初めて見ると全く何のことかわからないと思いますが、でどうして2なのかとか、何で有限次元なのかとかわかんないと思いますが、でも私もあんまりよくわかりませんが、だけどまあこういうのが重要な条件としてよく VOA の方で研究されています。でこあのだからこの場合にこれを仮定した表現論というのが詳しく研究されている、VOA では、それで、どんなことが知られているかっていうと、適当な大体まあ以下 C2 コファイナイト V を C2 コファイナイトな VOA で。で、あとなんかちょっと条件が本当はついてるんですけど、で私もあんまりちゃんと理解してないから、まあプラスあと適当な何か そのいい例では全部満たされているようなその適当な条件をとすると、そうすると規約モジュールが有限個しかなくて。ことが分かり、さらにだからこれは以下書くのは中と、それから別の結果の不安と、これをまとめて書いていますが、ことが分かり、でまあ M1M0M1MN とすると、各モジュールにはですね、そのバーテックスオペレーターが作用するの でその中にコンフォーマルベクターというのがもともと VOA の中にあるので、 L0 とか、だから LN が各 MJ に作用しています。そうすると、こういうものが定義されると、キャラクターの I、I は0から N ですが、でこれがタウですね。これが、トレースの、Q の L0、 この L0 は、MI に表現されたものですが、で24分の C と置くと、これは、L0 を、L0 の MIA の表現を考えで、これは何かっていうと、これが、収束し、ABCD の作用が、を作用させたとき、タウの関数としてこういうのが成り立つと。タウがスパン、キャラクターの G、 違う、ちょっと書き直しますこれじゃあしょうがない当たり前ですね
ここにこっちは変換すると。だからタウの関数として収束し、でそれでタウの方に一次分数変換を SL2Z で引っ掛けると、タウたす B 割る C タウたす T というのを代入すると。そうするとまた上半平面の別の関数になるんですが、これが元の、リニアスパンに入っていると。で、こういうのがあって、でこの時に、特に、SL2Z の、ここでちょっと一区切りについて。SL2Z の表現、2Z の性制限として、これが取れると。こういうのが性制限だっていうのはよく広く昔から知られていることで、でこれの行き先を見るとだから S の方が問題なんで、これによる A タウの像っていうのはタウがこっちで移すとマイナスタウ分の1に移って、でこちらはタウたす1ですね。こういう変換を受けます。でところがあと Q イコールどこかに書いた Q イコール書いてないエクスポネンシャル E の 2πi タウなので、さっき今までと同じで Q イコール、なってるので、ここは、1してもその 2π ずれるだけ、 2πi ずれるだけなんで全然大したことなくて、問題なのはこっちですが、 S の作用ですが、こういうだからああいうキャラクターといってるところにマイナスタウ分の1を、入れても、ちゃんと他の、タウ、キャラクター0から n までの線形結合で書けますよというのがあって、でその係数がさらにちゃんと書けるというようなものが知られていると。でさらにこの時の CHI を こうですね。この関係式だけでは SIJ って係数1位に決まらないこともありますが、でもまあ SIJ のっていうその係数の決まり方があって、こうだからまた違うマイナスタウ分の1ですね。こうですね。こういうのが成り立って、となる SIJ が。こうなって、でまあこれがまあうまく定まる、よくいいものがちゃんと決まるというのがあって、でさらにさらに、SIJ は、IJ を動かしたとき可逆行列であり、さらに、で、テンソル積について、フェルリンデフォーミュラと呼ばれるものが成り立つと。で、この状況でフェルリンデフォーミュラも、ね、有名なものなんですが、ちょっと書きませんが、だから、フュージョンルールが S で決まるというそういうものです。
通常のだからテンソル積の分解規則が S で定まるというものですが、そういうものが成り立って、でこういうものもだから物理のフェルリンデの論文ってずっと昔のものですが、そういう物理の文脈で、厳密に証明されてはなかったんだけど、なんか適当な有理性のもとで、こういうフェルリンデフォーミュラってものが成り立ちますよというようなことをフェルリンデが昔から言ってたんですが、それの数学的な厳密なバージョンというのがこの設定で証明できていると。これっちが不安ですが、こういうのがあるという。でこの時ブレーディングが非対化で、ノンディジェネレートになっており、でこの時は、言わなかったんですが、フュージョンカテゴリーがノンディジェネレートなブレーディングを持つ時、モジュラーテンサーカテゴリーといいます、このようなだから、昨日の、ローカルコンフォーマルネットの場合も、モジュラーテンサーカテゴリーが表現論として出ていて、でこちらの、超テンサー素材数の設定でもやっぱりモジュラーテンサーカテゴリーが表現論として現れる、両方ともある種の有限性の仮定があればですけど、そういうことが両方の文脈で、まあ、バラバラに証明されていると、そういう状況です。ムーンシャインの場合を見てみると、V ナチュラルの表現は自明なものしかないんですね。あの規約なものは、だから、まあ、自明表現しか持たない。でこういうその自明表現、規約なものは自明表現しかないという状況が、あのよく、あの調べられていて、そういうものをホロモロフィックと言います。でホロモロフィックという名前はその正則関数の正則ですけど、でなんでホロモロフィックっていうかっていうと、その一般にはなんかそのカイラルコンフォーマルフィールドセオリーを考えたときに、二次元のコンフォーマルフィールドセオリーを考えたときに、ホロモロフィックなものとアンタイホロモロフィックなものというのが出てくるんですけど、そのアンタイの方が、なくなるというので、まあ、ホロモロフィックという名前がついているという、ことだと思いますが、まあ、こういう、まあ、とにかく定義としてはその自明表現しかないときにホロモロフィックと呼ぶというものですが、でそのときにそうするとさっきの、これですね、先ほどの J タウっていうのは、また何度も書いてますが、まあ、0を飛ばしてこういうものだったんですけど、SL2Z がさっき作用するとなんかリニアスパンに入るって言ってたんですけども、1個しかないわけですね。だからこれによって SL2Z のその表現があるわけですが、ではもうこういうキャラクター1個しかないので、自明に作用しているので、でだからそれがこれのその自明に作用しているっていうことを書くと、だからまず一般論からこういうことが、あのこのムーンシャインの例というのはこういうものの特別な例になっているということが分かっていて、でそうすると SL2Z が自明に作用しているんだから、ここは1倍しかなくて、これはつまり。こういうことですね。
これが効かないということ。を表していると、そういう状況です。でだから、この J 関数っていうのはその、まあ、最初からこれを満たすことは知ってるんだけど、それは今のこういうキャラクターに SLZ が作用するという設定で考えると、まあ、こういうふうに解釈できるというわけです。でだからこういうことが知られて表現論で、知られていて、でこういうそのキャラクターの、まあ、こういうのモジュラーインバリアンスっていいますが、ね、というのはバーテックスオペレーターアルジェブラの方では盛んに研究されていることで、よくいろんな深い結果があるわけですが、でこれに対応する結果、このキャラクターに、対応するついてのローカルコンフォーマルネットの方はというわけですが、の結果はというわけですが、これは残念ながらほとんどないです。まあ私としては全くないと言ってもいいんだけど、そうすると誰か怒るかもしれないからまあほとんどないということにしますが、まあ全くないと言ってもいいんじゃないかと思うんですが、の意味は、全くの意味はそのつまりアファイン・リーカンとかそういうグラソル・アルジェブラとか、あるいはそのイーブン・ラティスとか、そういうものから作ると、それは非常に具体的に、今の J 関数もそうですけど、具体的なものが作れて、で良いこういうその特に J 関数のように古来から伝わるその由緒正しいべき級数が出てくるわけですが、でそういうものはVOA でやっても作用素管でやっても同じものができるの でだから VOA でできているそのキャラクターの式を見れば全く同じものが、ローカルコンフォーマルネットでも成り立ってるんですが、それはなんか何の証明をしていないので、まあ、ただ見ただけでそのインチキですね。そうじゃなくて、本当に作用素管を使って何かしようと思うとほぼ何にも分かってないです。例えば、さっきの タウについて無限和みたいなのが出てくるわけですが、これに当たるものですね、これに当たるものは式はそれを書けるんですけど、書けるが収束性は全然わからない。それどころか係数に無限大が出てこないかどうかもわからないです。つまりこう196884とこういう係数が、これ多重度ですけど、で出てくるんですけど、こういうものが有限になるかどうかも分かんないです。でこういうのでもう第一歩からこけてるので、モジュラーインバリアンスとか全然分かんないんですが、でただし SLEZ の作用はそれはあるんですね。でそれは何でかっていうと、ブレーディングがあるからで、SL2Z の作用はブレーディングがあればいつでもあるんですね。まあノンディジネリティですね。ローカルコンフォーマルネットの場合もあるんですが、あるんですが、これがそのキャラクターとの関係がわからない。でだからこの S、 特にその S 行列 T 行列っていうのがここに入っていて、でこれらの像っていうのが、どういう行列であるかとか、その具体的に書けたりするんですけど、でもそれがキャラクターの方にどう作用してるかっていうのは分からない。でフェルリンデフォーミュラも、
このブレーディングから出るやつが、フェルリンデフォーミュラミタスっていうのはさ、ある意味当たり前なんですね。でだからこの SLZ 作用はこれはあんまり面白くない。だからまあこれ自体は証明できますが、特にあんまりだからどうしたってことはあんまりない。それで残りの時間でちょっとモジュラーテンサーカテゴリーとの関係を見たいですが、でちょっとそのサブファクターの話を思い出します。こういうものがあって、まあ例えばハイパーファイナリト3-1にしましょう。まあ2-1でもいいんですけど、両方ハイパーファイナリト2-1あるいは3-1、こういう状況で、でファイナリトデプスを仮定します。だからファイナリトインデックスは当然仮定されていて、ファイナリトデプスで、そうすると、まあ、フュージョンカテゴリーが対応するフュージョンカテゴリーがあったんですね。まあ、バイモジュールの圧フュージョンカテゴリーです。で正確に言うと、この間の説明ではその NN バイモジュールというふうに1種類のバイモジュールでフュージョンカテゴリーを考えましたが、実際にはバイモジュールは4種類あるんですね。 NN、NM、MN、MN で4通りあるので、4つのバイモジュールを4種類のバイモジュールを考えます。そうすると実はこの設定でこの対応するフュージョンカテゴリーがコンプリートインバリアントです。これポパの定理で、これは大定理ですが、でも一連のそのコンヌ以来の その正統的な分類理論というのがあって、でそういうのでこうやっていくと、こういうことがこういうのがコンプリートインバリアントだと、自然な同一における対数コンプリートインバリアントだということが分かる。そうするとですね、そのまあある種の有理性の下で、こういうのがなんか似てるわけですね。適当な有理性の下で、サブファクターに対してフュージョンカテゴリーを対応させる。それからローカルコンフォーマルネット、対して表現のなすモジュラーテンサーカテゴリー、こっちはブレーディングがあるので、これもフュージョンカテゴリーですが、フュージョンカテゴリーの中で特別にいいものですね。ブレーノンディジェネレートなブレーディングがあると。があるというふうに、これがそのなんていうか、少なくともコンセプチュアルには類似した状況です。ある意味パラレルになっていると。でこれが似たような状況と解釈された。右の2つがまあ似ているというふうに考えられると。で上の方はですね、今言ったようにその良い状況下では完全不明瞭なわけです。こっちは完全不明瞭なわけです。でじゃあこっちもそうなんじゃないかというのが、サヨソカンの普通でこうやってると真っ先に考えることですが、全然そうじゃないんですね。ノーであると。でそれがどう売れるかっていうので、
で、それがその簡単な例が大量にあって、簡単な案例がたくさんあって、だからこの出てくる2つサブファクター N の M っていうのと PQ っていうのが2つサブファクターが2組あって、でそれぞれから出てくるフュージョンカテゴリーが、まあ実際4種類のバイモジュールを使うんで、それはフュージョンカテゴリーとして同型であったとある。でそうだとすればサブファクター同士が同型である。はい、だからそういうことが下だから下の方で言えば、その表現論があのテンサーカテゴリーとして同型であれば、同士であればその対応するローカルコンフォーマルネットあるいは VOA がその同型であるというようなことが、なんかこういう流れで見ると期待されるわけですが、もう全然違うわけですね。さっき言ったようにホロモルフィックっていうのでもう潰れてるわけで、ホロモルフィックな例はたくさんあります。まあ、ローカルコンフォーマルネットの方も言葉を流用して同じホロモルフィックという言葉を使いますが、あるいは VOA、 もう大量に知られています。で、だから、あれが完全占領かなというその素朴な期待を裏切られるわけですが、でもじゃあどのくらいその端子あれがあの写像ですね、左から右へ行くっていうのそれぞれ適当な同値関係のもとで左から右に行くっていうのがどのくらい端子から遠いのかっていうのはよく分かんないですね。だから上の対応が上のって下ですが、これですが。という対応がどのくらい端子から外れているかと、というので、まあ我々はこういう意識でそのホロモルフィックっていうようなものをそれなりに調べて、まあそれでもホロモルフィックの場合については VOA の方がたくさん結果がありますが、まあそういうことが調べている。それからもう一つ、はい、それが今から説明します。で、それ重要な問題、それが非常に重要な問題。今単射性を見ましたが、次全射性が問題になります。全射っていう意味は、フュージョンカテゴリーとかモジュラテンサーカテゴリーというのはアブストラクトに定義されてますから、そのフュージョンカテゴリー全体とかモジュラテンサーカテゴリー全体というのを考えることができます。で、そこへ向かっていってる写像だと思ったときに全射なのかということですね。全射性がどうかというのが次の問題なわけですが、サブファクターの方はイエスです。抽象的に定義されたフュージョンカテゴリーを先に与えると、そこへ対応する持っていくようなサブファクターが作れます。だから、ああこっちなんで、じゃあローカルコンフォーマルネットはどうかというわけですね。で、わかんないんですが、全くオープンなんですが、で、ここからでこれ、あの多くの人が最近重要問題だと思ってジョーンズなんかも取り上げていて、いろんな人がいろんなふうに言ってますが、でもちろん解けてないのでどっちと思うかは趣味の問題ですが、で人によってあのいろいろ答えが違うので、私は、イエスだと思います。なんでかっていうと、こういうだから、まあ、表現論を見ると代数的な不変量なんですね。でこういうのをその解析的にいい状況、アミナビルって総称しますけど、まあ、大体ハイパーファイナイトにあたるものなんですが、そういう解析的にいい条件があると大体こういう種類の代数的な不変量というのはみんな全射だというのが最要素間で長い今度以来の歴史で、ずっと出てきたもの でその類推から言うと、こちらと同じように全射になって自然なんじゃないかなとこう思うわけですね。まあそう思わない人もいるので、ただのそれは、妄想かもしれませんが、まあそういうので私はイエスだと思う。でだけど、じゃあ実際にどういうことが問題になるかっていうと、
だからモジュラーテンサーカテゴリーを勝手に与えたときにそれを表現論として実現できるかっていう問題ですね。でその時にじゃあそもそもどういうモジュラーテンサーカテゴリーがあるかっていうわけで、モジュラーテンサーカテゴリーの作り方としてよく知られているものはそのアファインビーカンとかから作っているんですね。そういうものはもちろん VOA にもロボからコンフォーマルネットにも最初から対応しているわけですね。だからそういうのは面白くないというか最初から考えるまでもないんで、問題はその変なモジュラーテンサーカテゴリーを持ってきたときに対応するものがあるかというのが問題なんですが、そもそも変なモジュラーテンサーカテゴリーっていうのがあるのかということがまず問題になるんですが、それはあるんですね、たくさん。こういうものがたくさんあるんです。これがドリンフェルトセンターコンストラクションというもので、まずフュージョンカテゴリーがどう考えると、これはたくさんあることは間違いないです。それはハーゲラップサブファクターのところで言いましたけど、ごく狭い範囲で、調べただけでもなんか見たこともないようなものが、こんなグラフを書きましたが、前回こういうのに対応するようなよくわかんない見たことないようなのが次々現れるので、フュージョンカテゴリーっていうのはサブファクターに対応して大量になることは間違いないです。でこれに対してこれはブレーディングがないわけですが、これをそのモジュラーテンサーカテゴリー繰り返る方法っていうのが知られていて、それがドリンフェルトセンターと呼ばれる構成法で、あるいはクワンタムダブルとかも、そういう簡単に言っちゃうこともありますが、そういうクワンタムダブルにあたる構成法があって、で一般的にどんなフュージョンカテゴリーできてもモジュラーテンサーカテゴリーに作り変えることができる。これで大量に、だからこっちも大量に作れるわけですね。だからこのそのようなモジュラーテンサーカテゴリーに対して対応するローカルコンフォーマルネット、あるいは超テンサーの対数があるかというのが自然な問題として解釈されて、で私はイエスだと思っていて、でそうすると大量に今まで見たことないようなものがごっそりあると思っているんですが、そのユニタリとかラシナルとか全部ついているようないいものがごっそりあると思っているんですが、全然その証明はできてないですね。何にも分かんないです。で一番重要なのは、まあ、一番その例外的なものの中で一番詳しく調べられているのはこれなので、これのクワンタムダブルドリンフェルトセンターというのは、泉さんが計算したデータがあって、それで、ある程度分かっているの でそれに対応するローカルコンフォーマルネットあるいは VOA があるかというのがまず第一番のとして考えられていて、それはギャノンとかが、やっていて、でまた、再来週ですか、京都に来ますが彼はで、彼はいつ会ってももう今すぐにもできても同然みたいなことを言うんですがでも私の理解している限り多分またできてはエクスプリシットにできてはいないと思うんですが、でもまあかなり彼は VOA のを作ろうとしていて、でそれは E8 に対応する、ラティス VOA セントラルチャージ8のやつのサブ VOA として作ろうとしていて、で、まあ、いろんなデータはコンパティブルに全部うまくいってるので、割とまあ確かにうまくいきそうな気がするんですよね。だからそういうことから考えると実際にこれが前者だっていうのは、まあ私はイエスだと思っていると、まあ、そういうのが現状ですね。それでは、はい、今日はここまでです。ありがとうございます。